はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、ついにラスボスまで来ました。レベルが57から58といったところでしょうか。今回は、主人公、ヒュー・ザ・ダストン・ラグアス。このパーティーで行きたいと思います。まあ、ダストンの本気で遊ぶ、あれのバフを、ちょっと使っていこうかな。うん、やっぱあれがね、結構強いので、それを起点にして周りで攻撃をする、そんな感じですね。では、行きましょう。いけるかな？では、行きます。まずは、変身前だね。特に問題なくいけるとは思うんだけども、あ、テンションは意外といい感じ。まあ、波動を使ってくるかもしれないので、早めに使っていきたいところですね。これ、MP 回復したっけ？次の2段階目。どうだろう？ MP 回復してないわ、マジかこれ。これ MP 回復しないの？無理じゃないこれ。それでは再挑戦です。もう分かった。もう大体分かった。で、テンションをね、調整してきました。MP が低いってことなんで、ラグアスのメギストリスの祝福をいい感じのところで入れて、で、MP を枯らさないように戦っていく。そういう感じで。やっていきましょう。いやー、やったき。これ、まず大事ね。で、シャインスコール。で、ダストンは、もちろん、本気で遊ぶじゃん。だね、本気で遊ぶでね、いいのが出てくれれば、本当にいいんだけど、これ、出るかどうかが運なんだよね。頼むよ、次で応援してくれれば。すごくいいけど、これは運次第。スタミナレいいね。シャインスコール、頼むよダストン、遊ぶ。違う、それじゃない。俺たちには魔法使いはいないんだ。まあ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 、安全に行こう。安全にね。次3ターン目。ここら辺から必殺技使っていこうか。ね。あ、クリティカルアーツもったいないな。あ、うん、まあいいや。全身全霊で1000ぐらいいくでしょ。オッケー。フローズンバード。いいね。あ、で、ここから、しもべたちと戦うと。全然 OK。で、ダストン、遊ぼうしたいんだけども、せずに、あえて違うやついこう。うん。あ、ガラクタボックスいいかもね。うん。これだ。OK、MP 消費ゼロ。で、メギストリスの祝福で、これで全く減らなくなるでしょ。これマックス状態で次に行ける可能性は、いや、ないな。そんなに持たないか。オッケー。ガシガシ使え。ガシガシ。ビリバリでいい。ビリバリで、ベリアルの方が痛い攻撃するんで、ベリアルから先に行こう。でも体勢下がんないな。シャインスコールの方がダメージあるよね。そうでもないか。遊ぶ。違う。結構ダメージ与えたな。びっくりするぐらいダメージあったね。ムーチョでいいね。いけ。回復しやがった。でもまあ次のターンで倒せそうね。オッケー、ナイス、いいよいいよ。イオナズン。あ、これ暗黒の風入れといた方がいいか？いや、いい。その前に倒しゃいいんだ。倒しゃいい。
チャイスコール。いや、倒せてないぞ。ゴッド。どれぐらいいく？どっちか、あ、どっちか倒してくれ。倒さないんかい。ちょっと、イオナズン系が怖いんで、これでいこう。まだね、MP 回復は全然ある。うわ、危ない、危ないなイオナズンかい。意外とダメージあったからね。ビリ割り。よし、倒した。バーニングバードの方が意外とダメージがある。倒した。OK。いいよ、MP は完全。めちゃくちゃいい感じで、ここで応援が出てきてくれれば。違う、あんまり出すとちょっと信用しない方がいいか。これだな。祝福。いやな。 OK、 大丈夫。HP も回復するしね。ビリバリ。耐性下げろ。下げないか。バーニングの方が、あ、こっちの方がまあ無難にダメージはあるね。本気で遊ぶが終わった。もうしなくていいな。これでいけ。攻撃力も下げるしね。で、MP 消費まだゼロだよね。ゼロだね。いい感じ。でも凍てつく波動そろそろしてくんね。うーわ、やば。大丈夫ね、大丈夫大丈夫。凍てつく波動されるけども、まあまあいいでしょう。まあ MP もまあ OK ね。サミダレいけ。 MPOKOK200 ずつぐらい余ってれば十分よね。ハッスルしとこうか。うん、念のためさ。で、これだ。攻撃力下げたよかった。ミスったな。あ、下げてた、よかった。下げてたじゃん。よし、まあとりあえず今のところすごいいい感じ。主人公ね。はい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 。HP も全然大丈夫。さすがに361は減らないでしょう、そんなにはね。ムートでちょっとでもダメージを与えて、やっばって。通常攻撃来る。あっぶね、あっぶね。あ、でもこの HP で次には行きたくねえな。回復しときたいな。ああ、よかった。回復して、次の本気に臨みたいよね。はい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 。またそういうのする？無力。オッケー。うん。これ倒せれば最高。倒して。よし。まあ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 、いい感じで折り返したと思います。頑張りましょう。来ました、次こそは行く。腕どっちかが打撃の完全耐性をね、完全ガードをしてくるのよ。どっちかが分かんない。まあとりあえず右手から行こうか。うん、まず右手をちょっと倒してみようかな。で、絶対攻撃が痛いから下がれ。うん、これは必ず入れていこう。必ず入れていかないと。これ絶対やばそう。で、主人公は間違いなくシャインスコールで OK のはず。いいね。やられないか。これぐらいの HP ありゃ大丈夫よね。本気で遊ぶ。OK。お、死ぬなよ。わー、あっぶねえ、あっぶねえ、あっぶな。
まあ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 、うん、ここは間違いなくベホイムだね。はい、様子を見る、 OK で、ビリバリー MP もったいないな、サミダレ切りでいこうかな。右腕、まずは腕を落とそう。いけ、ナイス。で次多分ネルゲで攻撃するから、ハッスルダンスをまず入れとこう。回復しよう、立て直しとこう。ほらほら、来た来た来た。うわー、うそ、マジかよ、マジかよ。会心来るのか、これやべえな、これはやばい。まず攻撃しよう、攻撃は大事で、シャインスコール、押し倒した倒した倒した。で左上は残しとこう、左腕は残す。で本気で遊ぶじゃなくって、攻撃してきたら絶対食らうから、ハッスルダンスで回復。やばいぞ、あ、呪文、呪文、オッケーオッケー。左が呪文耐性で、右腕が物理耐性か。あ、なるほど、オッケー。正解だった、正解だった。で、いや、待て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 。待てよ。ベホマラーじゃね、150ぐらいしか回復しないんだよね。なので、いやーこれこう本当悩むね。これだ、祈り。うん、でビリバリでどれぐらいいく、炎耐性は下げないか、いけ。でダストンで、うん、本気で遊ぶ行きたいけども、攻撃されるとやばいんで、ハッスルだな。ああ、オッケー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 。ならば、ここで、聖女を主人公に打っとけ。念のためさ。痛恨食らえば。おお、結構効くな。うわあ、どうしよう。ダストンチェンジ、チェンジ、ダストンを、初めてチェンジか、フーラにチェンジだ。うん、ダストンはもう運ゲーだからね、応援するかっていうのは。なのでもう確実にいけるようにしとこう。はい、でフーラは回復もいけるしね、回復もいけちゃうのでいいでしょう。ベホイン、自分、うわちょっと待って、うわくー、攻撃力が元に戻っちゃってたか、ミスった。まあとりあえず世界中の花よ。うん、でここで刃下りね、これは絶対入れとかないとダメ、死ぬ。フーラが動いてくれるか分かんないしね。こっちでベホイミしときましょう。ヒューザの MP が厳しくなってきた。でもここは風切りでいきます。ダメージを上げていく。あーぶねー、あーぶねー、やべー、フーラやめろ、危ない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 。ベホイム、フーラ危ねえぞ。あ、いや、ベホマラーでよかったな。ビリバリ、まだまだ HP あるな。あ、お、半分いった半分いった半分いったぞ。
ヒューザー MP 回復してたがいいような気がする。でフーラで風切り、大丈夫ね大丈夫ね大丈夫ね、あっぶねーあぶねー。でベホマラ結構回復するでしょ。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよいいよ。で次でね、これあのなんだ攻撃力ダウンを継続させることって確かできないでしょ。あれ継続できればいいんだけどね、一旦必ず切れるんだよね。 OK 構わない、とりあえず叩く。うん、バイキ入ってるからね、今のうちガシガシいけ。おいいダメージだぞ。もうちょい 25% いった 25% いった。なんかしといた方がいいような気がするんだ。これでなんとか生き残れ。誰か痛恨食らったとしても、あーぶねーあーぶねーよー。でもなんか勝てる気がする、これ勝てる気する。ビリバリ OK、 いいダメージ、バーニング、あっしゃいけたーいけたー、勝ったよー。はい、ということでラスボス倒しましたね。50後半ぐらいですね。もうちょっと低くてもまあいけるのではないでしょうか。でもまあとりあえず全縛りで、クリアすることができました。では次はねゴールドマンマックスあたりを、行ってみたいと思います。はい、ありがとう、もらってからね。次はそういう風にやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。